どうも、ニューヨークです。お願いします。はい。はい、本日はですね、後輩が、先輩自慢しだした時、どういう態度を取るかっていうのを、はい、ちょっとね、いろんなコンビで検証してやっていきたいなと思うんですけども。ほう。はい。まあもう実はもうやっておりまして、はい、僕たちがですね、まあいろんな YouTube の企画で後輩に出てもらった時に、カメラ実は回してるんですけど、今カメラセッティング中っていう体で、僕らがプライベートっぽく、喋って、うん、でそこで結構俺ら最近忙しいわとかから始まって、自慢してね、もう一番後輩が聞きたくない先輩の自慢話を散々します、うん、でその時にいかに先輩の気分を害さないリアクションができるか、いい感じにその自慢話に対して対応してくれるか、そう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 、それで1位を決めるでしょ、うん、そう、誰が一番先輩の自慢話に対していいリアクション取れたかを、うん、最後に発表したいかと、ということで、はい、皆さんご覧ください、どうぞ。今度僕らの無限大で10万人突破したいので、そのマクマ V をちょっと撮りたくて、はい、全然全然ありがとうございます。ちょっとそのトークみたいな感じで、はいはい、ギャグとかもう振っていい？はい、全然もちろん。一回やってもらったから、はい、ちょっと待ってくださいね、すみません。いつの間に金髪になってたの？確かに。いや、もう1週間ぐらい前です。1、2週間ぐらい前。1週間ぐらい前？1週間ぐらい前かも。だから金髪になってから会うの初めてだもん。はい、確かに。いや、バチバチにネタ合わせされてた時しか会ってなかったのに、なんかちょっと気まずいな。いや、忙しいのよこの時期。いや、そうでしょ。確かに。劇場がめっちゃ減ってるわ。あ、マジですか？テレビがめっちゃ多い。いや、見ましたよ。いい傾向というか、いいことじゃないですか。昨日も水曜日のダウンタウンのプレゼンター、気張りすぎてきつないですか？そうやね、そっちの方が。逆にメレンゲの気持ちとかやりやすかったけどね。あ、そうですか。意外とやりやすいよ。鬼ほどアンケートが長いみたいな。あ、いや、全然そんなことないですか？うん、逆にね、やりやすい。打ち合わせだけでいけるVS 嵐とかね。うわ、間に合った。嵐か、嵐間に合った、間に合った。いいなぁ。なんか俺聞きましたもん、風の噂で。何何何、給料か、稼ぎ。誰も別に言ってない。言ってない。おおよそを誰かが言ってるやつ。まあ、でそうやろな、そうやろなと思いましたね。そんくらいやろな。まあ、いや、そんくらい以上かもしれんなってちょっと思ってますけど。まあ正直、いくらぐらいですか？まあまあ不自由はない、何も。金余ってるわ、今が一番、うん、あ、そうか、YouTube も入る。まあ確かに、YouTube 抜きにしても全然余裕。余裕、もうめっちゃお願いしてくれたらやるよ、金。あ、借りるじゃなくて、うん、え、もうくれんの？嬉しいわ。うん、もっと、もっと行ってほしいんですよね、早く。もっと、うん、もっと。これ以上いける俺ら。いけるいける。俺たちはずっと思ってました。うん、てか、だいぶ行ってんの？いや、おっせーと思ってます。だいぶ行ってますけど。正直だいぶ言ってんだよ。抜けてるよ今俺ら。うん、マジ完全に。はよ冠持ってくださいよ。いや、それももうすぐじゃない。マジっすか。うん、もうなんか来そうな感じある。正直来ると思う。見るか今俺の財布の中いくら入ってるか。いや、そんな。でも数万ぐらい。もうほらパンパンやん。ほらもう、うわっ、たまたま。常備常備これぐらいで10万以上入ってるな。うわ、1万くださいよ。いや、ちょ、お前にあげれねえな、まだ。うわ、早いか、まだお前にあげれねえな。早いって、選ばれてる。まあでも、そんくらい入れてんな、俺も。え、マジっすか。お前くらい入れてんの。え、俺今、あ、でもそんなだもんね、はず。いや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 、まんまん。てか、いかついっすよ、マジ。こんだけ入ってる、不安じゃないの、この額で。ちょっとはずいな。え、はずくないでしょ。待って、マジ。おとついくらいはこいつくらい入ってたんだけど。マジっすか。電車ずっと乗ってないわ、ここ最近。ああ、くれる。そうか、テレビ局やから。昼とかでそう、チャリもこうだから。俺電動のやつ。うわー、いくら？20ちょい。あー、まあ普通か。いやいや、普通じゃないですよ。20ですよ。大丈夫ですか？あ、じゃあ大丈夫です。ありがとうございました。はい、うわ、今ので取り終わりました。あ、は先輩が自慢話出した時の後輩のリアクション選手権の今、うん、トップバッター。はぁ、サンシャインか。いや、よかったよかった、マジよかった。お前は突っ込まんかったな。
いや、ギリギリでした。ギリギリだった、はい、マジで何回も言いかけましたけど。なんなんですか、さっきからって言うてもおかしい、はいはい、ギリギリでした、ほんと。いや、でもマジでやったら失礼やもんね。いや、はい、マジで売れて、調子に、はい、いや、そうですとか、後でめっちゃ陰口言ってやろうとかも。変わったよってショックやったでしょ。えずっと10年くらい一緒で、はい、ずっとライブ一緒で、いやでもむっちゃ嬉しい。いやなんで早いってほしかった。本当に早てっぺん取ってほしかった。はい、おらんでくらい俺たちと同じ地上にと思いました。1年一緒にいすぎて、いすぎて、いや、いや、変なことだけど、まっすぐ褒めてくれたもんね。いやもうちょっと様子が上がってる。あ、そうか、青優さんみたいなと結婚してほしい。あ俺は嶋佐さんはもうめちゃめちゃ思って、屋敷さんもちょっととんでもないとこ行ってほしいよ。うわ、いいですね。嬉しいな。ちょっと他の俺も結構しんどいっすわ、こっち側が。そうね、はい、うん、恥ずかしいというか。確かに、うん、あの屋敷のお金は今日たまたまあのちょっとこの YouTube のやつで生産とかがいっぱい溜まってたのがあって、 あんな入ってるのないよ。そうでしょ、だって、うん、あ、なんだ10万以上入れるってもうむちゃくちゃ稼いでる人や。たまたまいろいろたまたまの、うん、あれも、うん、いやということで、うわー、見事マジで見事、さすがさんじゃん。いやマジで優勝候補だと思う。ここまで素直なリアクション誰も先期するけど、やっぱ後輩力あるからね。あるね、3試合も。3試合はある。危ねえ、よかった俺。何がマジ危ないこととか評価してました本当に。え、何もうもうカットするから大丈夫。あ、いいっすか。もう早う、んとか殺してやって。えっ、東京だよ、ね、早う千鳥さんみたいになって拾ってや俺たちをって思います。全全は後輩を。あ、大難世代ね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでその、え、車まだバイトしたの？バイトしてないし今。え、なんで？あのウーバーやめたの？やっぱな。お笑いだけでな。なんか今でこそやっぱり山のように給料もらうようになったから。山のように。今山。え？お金が山のように。山。お金の山が、まあ、忙しいよ。でもその休みがないから聞いてるんで分かります。使われへんのよマジで。ああ、もう溜まってく一方、働いてるなって言ってましたもんね。そうめちゃくちゃ忙しい。結構夜、朝夜飲みとかもそう、行けないしね。マジで飯もさ、金やるわマジで。俺楽しいけどさ、テレビも、はい、やっぱ劇場、はい、もうやっぱほぼやっぱ減ったね。まあそうですよね、ずっとだから同じメンバーでこう羨ましいもん、神保町とかみんなでさ、そう若手がね、あの時戻りたいわ、戻りたい、もう戻れへんねって思ったら泣きそうになる、なるな。あ、でももう戻れへんねんなとはもう完全に思ってる、完全に思ってる。もうだって霜降りみたいなもんやから今。本当にそう思ってますか？ん、本当にそう思ってるんですか？思ってるよ。霜降りそんな景色見て同じ景色って思ってる、思ってる、本当に、うん、思ってる。霜降り明星抜いてるんぐじゃないかなっていう感じではある。最近ちょっと落ち着いてきたもんな、霜降り、うん、なんか安定してきてる。、うん、俺らは今すごいから、だから多分結構今、あ、じゃあぶっちゃけ近いと同じぐらい、霜降り結構安定してる。何あれ、そんなことはないじゃないですか。え、なんで、なんで好きやから、あれだっけですけど、あれ、え、お前俺らの子好きやろ。めっちゃ好きです、うん、そのでもその霜降りさんが、うん、の今落ち着いてきてるけれども、うん、その落ち着いてきてる霜降りさんと同じペースくらいで今来てますよね、ニューヨークさんって。うん、だから抜いたやろ。いや、その同じくらいとか、なんだろう。いや、霜降りの別にこうで、うんうん、もうこうじゃないですか。いや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 、なんでやねん、お前。え、お前それはやばいわ。それはない、金めっちゃあるぞ。いや、ないかもしれない、それ使ってないだけで。え、マジで月いくらもらってるんですか？それ引くと思う、ちょっと。いや、絶対引かないと思う、マジで。引かないと思うっすって。そのね、300とかやったら先月。でもマジで、うん。いや、あの300で引かないですよ。そのなんで引かない。いや、そのえ、なんで。いや、それちょっと芸能人、いい加減しろよ。芸能人それこそもうちょっと持ってちゃってるよ。300で引けや、お前後輩やったら。いや、でも芸能人ってそれはもらってんのかな。別にもうモテてるんですか？ダメです、こいつら。ダメです、ダメだな、ダメだな、ダメだ、負け負け、ダメだ、ダメだ、ちょっとダメでしたね。いや、ちょっと今、撮ってて。そうですね。あ、気づいてた。あ、いや、なんとなく、あ、気づいてた。いや、そっか、言うわけないから、おかしい。あ、気づいてた。あ、マジか。本当？いや、気づいてたとしても、もっと
これ後輩が、そう、先輩が自慢話した時にどんだけできるか選手権にノミネートされてたんやけど、ああそうなんだ、サンシャインは全部ついてきたぞこれすげえっていう、お前途中からなんか降りてたよな、俺らの独走状態に。冷静に霜降りと俺らのさちゃんと表現してて、うん、そのなんか、いや本当に勘違いしてるんだったら、そのなんか燃えたりしたら良くないなって思ってどういうこと、え、これが世に出てってこと、世に出て、なんかそのなんかみんながそのいいっすねって、あーなるほど、逆にね、ここで俺が止めとかんと、止めとかないと、あーそっか、いやその本当に結構心配はしてるんでなんでやん、なんで心配してんねん、やっぱ それどういうことや、いやそのぜ、いやテレビ出る時、うん、いつもそのテレビでうまくいかんかったっていう話しにテレビ出てるじゃないですか、うん、それって結構何週かできるのかな、やめとけよやめておけよ、あれに味しめてるわけじゃないから、うまくいってる時も全然あるか、そうか、頭グワッとなっちゃってる、だからそんぐらい心配してくれてんの、クロ君本当は霜降りとニューヨークってどれぐらいの感じなの、いや本当ですか、うん、だってその霜降りはガーってガーって言ってて、俺も言ってるよね、ニューヨークさんもこれぐらい一生追いつかいや、方向は上、方向は上、2組の0年目はどのぐらいの位置、どのぐらいか来て、なんかこのこう、こうっすよね、うん、あ、こういう時期あって、うん、こうなって、こうなって、大変だよ、これは角度見てもらって、いや、いい後輩ではあります、あります、まあ、冷静なやつ、あ、確かに、ちょっとだけバカにしてたね、いや、違う違う、まあそうですね、この選手権ではちょっと不利かも、やばいやばいやばい、サンシャインは全乗っかりやったから、やばいやばいやばい、まあまあ、ここからまたあのいろんな後輩にやろうかな、そうよそうよそうよ、待って、結果待っててください、はい、やった、優勝賞金ということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、聞こえる？福井くん。あ、聞こえます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい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 。ちょっと待ってくださいね。セッティングとかあるんで。はい。でかい。お疲れ様です。お疲れ様です。え、どこやそれ？あ、これ今バイト先です。バイト先？バイト先なん？何のバイト？あ、カラオケです。え、大丈夫なん？もう終わり？あ、大丈夫です。今休憩もらってるんで。何時まで働くの？今日は始発までですね。始発まで、うん、そっか大変、4時過ぎぐらいまでです、時給いくら、時給大体1200円ぐらいです、はあ、まあまあそんな感じだよ、大変やな、懐かしいわ、ね、バイトしとった頃が、うん、いやもうバイトしないと、まあ年まだ2年、え、何年目結局今、今2年目ですね、そうだよね、来年3年目っしょ、はい、うん、まだまだ2年目の時は俺はバイトしてたもんな、うん、まあな、痩せた福井、ちょっと痩せましたね、痩せたよな、食ってるか飯、大丈夫か、どうしても辛かったら、俺ら結構稼いでるからさ、今めちゃめちゃに全然まあ貸すから、本当ですか、結構正直見るやろ今俺ら、そうですね、もうかなり見ますね、うん、そう、ニュークリームが面白すぎて、ああ、ありがとうありがとう、電車でイヤホンして見てたんですけども、こら、うん、えられなかったです、ちょっと確かに、あれはもうスタッフさんも有田さんも上田さんもめっちゃ褒めてくれたわ、もう忙しくてわけわからんのよ俺ら今、あ、そうなんですね、いや、うん、もうアメトークもニューヨークさんで言ってる回も全部見てるんで、あ、ありがとう、確かにな、うん、アメトークもな、もうカジさんがもう結構ハマってて、結構ハマってますよね、うん、うん、めっちゃ言われる、そうやな、カジさん今度飯行こうとか言われる、もうだからもう今日ってもう年末年始はほぼ毎日多分なんか出てるな、出てる、いや、もう羨ましい、めちゃめちゃ羨ましいです、せやろ、うん、はい、早く俺らぐらいになれよお前、コトラもマジで、いや、なりたいですよ、いつまでもお前小さいトラじゃあかんで、ほんま大トラにならないと、そうやな来年でまだ3年目だろ、はい、全然やっぱ俺今めちゃめちゃ売れてるけど、うん、11年くらいかかってるからな、やっぱぶっちゃけ福井の予想では俺ら月いくらぐらい持てそう、80とか、あー、なるほどな、うん、まあ、もうちょいで3桁いくんじゃないかって思ってます、なるほど、なるほどね、まあまあまあ、うん、まあまあまあ、今度教えてあるよ、何食いたい俺らと飯行くとしたら、いや焼肉とか行きたいですよ、何でも有限定、何ジョジョ園、何がいい、うん、好きなとこあんの、意味ねえからな、安い焼肉食っても、うん、もう全然食って、この1年だいぶ変わりましたね、変わった、
劇場でめちゃめちゃすごい頑張っててテレビを目指していくみたいな、そんな時代あったな、確かに。もう懐かしい、この1年で、うん、とんでもないところに行ってしまったよ。そうやね。周りとかどう言ってる？俺らのこと、神保町のやつらとか。いやもう多分その名前も出せないですよ、売れすぎてて。なるほどね。てか運転手やるか、お前。俺の月20ぐらい払うから。確かにな、カラオケやるぐらいやったら大変な、僕あれなんですよ、乗り物馬しか乗れなくて。やかましいわ、お前。馬でじゃ送り迎えするか？いくらだ、馬。馬結構高いと思いますよ。安い馬やったら買えそうよ、今俺。安い馬だったら多分30万ぐらいで買えると思う。安いね。はい。そんな安いんや。そうですね、ただもう2年目で31なんで。大丈夫。何お前急にリアルな。大丈夫だよ。白色なんでも44やぞ、お前。そうですね。そのだもうすぐにでも売れたいんで。そうやな。うん、はい。はい。いいですか。はい。オッケー、福井、お疲れ。お疲れ様です。うん。一応今俺らが自慢話した時の優勝後輩選手権みたいなのやっとって。はい。あの競馬とは別で。あ、そうだったんですね。福井もエントリーしてたんよ、今。うん。はい。相当良かったよ、福井。あ、本当ですか。おかしいなと思わんかった、なんか偉い自慢ばっかしてきて。いや、もう、今のニューヨークさんぐらいになったらもう全然。かわいいな。そう、マジ？あ、じゃあマジ優勝候補かも、福井。てか、優勝かも。本当ですか。ここまで乗ってくれるやつおらんかったもん。なんか変わっちゃったな、嫌だなとか思わなかった？いや、根は優しいってずっと思ってるんで。ええやつやな、お前。あ、マジ優勝かも。マジですか？ちょっとだいぶ良かったわ。令和ロマンよりは良かった気する。うん、うわ。で、ちょっとまた結果、いつか言うかもしれんから。うん。はい、ちょっと待っといて結果。はい。ありがとう。ありがとう。はい。